さあ、お昼になりました。今日はポプラやってきましたよ。久々にポプ弁ですね。白島のポプラ、今日はメンチカツとあとハムカツのお弁当ですね。よし、ご飯は大盛り、大盛りライスです。もうこのハムカツが本当にうまいよね。いいね、粒が生き生きしとる。ご飯粒がほんまに炊飯ジャーから直接よそってもらった、はい、ご飯がね美味しそうだわ。いただきます。ほれ、はい、うまそうですね。最高です。これなんかコーンと人参に変わっとる。うん、鮭ふりかけもうまい。ステーキよりね、ハムカツの方がうまいと思うな。うん、と思ったけど、やっぱこれ関係ないわ。やっぱぬるいわ。うん、ぬるい。あの日差しが当たってない分、直射日光がない分涼しく感じるだけで、あのクーラーの風自体は全然変わってないわ。やっぱぬるいし弱い、うん、ダメじゃわ。2台かな、今日は。あと2台ぐらい走れば終わるかな。
ないわ。ティッシュ買ってこよう。ああ熱っ、熱いわ。弁当をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。